ですか。もうちょっと走ったら母行かないから、あと年寄りが何人か来たからちょっと待ってね。はい、座ったままでいいよ、出てこなくても。いや大丈夫だよ、その辺にここにいるかい、ここに大丈夫、そこでもいいや、はい。門司港名物バナナのたたき売り知ってる人、まあ1000人ぐらい知ってるな。バナナのたたき売りがいつぐらいからやってるか知ってる人ほとんどいない。実は江戸時代からやってる。嘘に決まってんじゃないか。江戸時代じゃないよ、明治なんだ。でも関門航路が国際航路になったのが明治22年11月15日、今から130年ぐらい前。バナナ売りは110年前ぐらいからやってんだ。なぜか台湾から入ってくるバナナがもう皆さんのように色気づいて黒くなるともう売り物にならない。それに目をつけたのが露天商で、面白おかしく聞いてるか、そこの親父。親父聞いてんのか、前におるけど。親父聞いてるか。もう年取ると聞かないんだ、人の話を。なあ、その頃からやってんだよ。バナナで家が建ったという時代があったんで。さあ、それでは今日は保存会、門司港バナナのたたきの保存会の会長の私は、日野と申しますので、よろしくお願いします。はい、保存会後期高齢者2人並んでますが、それではまず客寄せのバナナの工場をミス元のに日本一になったんですが、えっちゃんに歌ってもらいましょう。はい、じゃあマイクを渡しましょう、短めにね。はい、皆さんこんにちは。始めます。春の三月春雨に、あ、弥生のお空に桜散る大酒仙台だけこうが、なぜにバナちゃんに惚れなんだ、あバナちゃんの因縁聞かそうか、生まれは台湾大中の有山麓の片田舎、海定中二じゃないけれど、あ人さ歌うさもぎ取られ、あと大丸かごにとすねられて、有山麓を後にして、金馬銀馬の波を越え、海原遠く船の旅、あ観覧神父の会あって、ようやく着いたがレトロ文字、レトロの文字は言うこともない、国立公園関門の土産の掛け声さましく、あ縁柄どっこい掛け声で、あ私のバナちゃん飼いなあれ、色は少々黒いけど、味は大和のつるじ柿、足と皮向けば雪の肌、裏も表もつるつるけんの、こんなバナちゃん食わなきゃ損損、さあさあこうたさあこうた。お願いします。いつやめるのかなと思ったんだけど、長いよね。この子の生まれが台湾で、親子もろとももぎ取られ、これが親、これが子供、子供の方が綺麗、親子の区別はつきません。いやれー、はじめあって終わりなし、あ、終わり、名古屋は城で持つ、あ、城の周りに堀あるぞ、あ、堀の中に、手拍子がないんだよ。あ、堀の中には蓮の穴、あ、蓮には八つの穴あるぞ、あ、私も穴ゆえ苦労した、あ、みんなもバナナで苦労せよ、あ、こういうバナちゃん食べたなら、あ、三年五年は長生きで、あ、長生きせんやざふが悪い、なる勉強は誰もする、あ、ならないところの勉強ば、あ、するのがまことの勉強なら、あ、ぼんさん読むのが三部教で、あ、ぽんぽん叩くがアホだらきょ、あ、アーメン、そうめん、キリスト教、あ、悪しきをハローで助けたまえ、天理教の、あ、東が東京、西西京、あ、中の名古屋が博多なら、あ、中の名古屋が住居なら、あ、博多は人魚の出来どころ、あ、島原らっきょの
名産地、はい、アメリーフイザホホケキョ、はい、あ私のバナジャナ大勉強、はい、あこんな安値は二度ないど、はい、アスナハラ小便たまりがない、はい、前もって言っとくけど高いうちに手あげたらエバって買える、安くなったらみんな手あげる、バナナ買えるのが、あこういう譲渡は2000円、あまだまだ高いか買わないか、あまだちゃんまだちゃん本家でしょ、愛知を負けて1000円で、あ1000円高けな900の、あ900持ってけ800で、あまだまだ、さっき言っただろう、800高けな75で持ってけ、どれも800円、あそこほら2人あったよ、ほらほら、はい2人ほらね、はいはい、バナナ、はいはいはい、2人前まで来たら600円、はい、お金行けよ行けよ、お金がかり、お金がかり、でも持ってきて、ついどっちゃで年寄りに、はよはよはい、ここに置いて、年寄りだからお前バナナ値段間違おうか、ええか、その2人だけだぞ今はいはい、今安うしたわけがある、股の間がもう腐っとった、少し違うの騙されんのよバナナ売り、いやねー、そこ座るはべっぴんさん、はい、あ横目でちょいと見てちょいと惚れた、はい、あふたの文句じゃないけれど、はい、あお医者様でも草津の上でも惚れた病は治らせぬ、はい、あそのまた病を治すには、はい、朝は早から起き出して、はい、あ私参りをしやさんせ、愛知は伊勢の大神宮、あ兄は日光東照宮、あさんが佐野木のコンピラで、あしは信濃の善光寺、あ五つ出雲の大社、あ六つが武蔵の吉祥寺、あ七つが成田の不動尊、あ八つが八幡の八幡山、九つ荒野の工房様、ところところの氏神様にも願かけて、保護者はどこ行ったんだよ願かけて、それでもなおなるその時は、どうするんだお前もう出てくんなよ願かけて、あなおらぬその時は、おまこやだわ聞こえます卵を三個の値打ちある、あばたしのバラちゃん食べなされ、あめめて精力つけたなら、あうらのおとろねのちょんのまで、あ好きなお方と添い寝して、あおてとおてとは抱き込んで、あ足と足とは抱き妙が、あこんな良いことなしの花、もう終わりだよ、ほら私は上から下がり富士、あなた、子供見せられないからな、これはあなたは下から百合の花、あのんすごんすの掛け声で、四十八手の裏表、はい、まともか横かチャンスかハウか、一汗かいたら治るでしょう、長い話だったちょっとね、はいはい、いやれ、ね、お城につけたスーパーの姉ちゃんに、あください、ちょうだい言うたなら、800、900もらいたい。あ、私はバナちゃん本家でしょ。あ、そんな流れは言うじゃない。負けてけ、持ってけ、泥棒、700、650。600円、600円。今日の金持ちは一人だけか。はい、600円。バナナを入れ切らない、年取ると。なかなか。はい、もう一人600円、お嬢ちゃん出てきた。ほらほら、ほらほら、入れてやれ、早く。はいはい、お嬢ちゃん、おつりおかもらったか、はい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 、ちょっと待って、はい、開けて、はい、広げてくれな、バナナが入らんという、はい、もうほらもういいんだ、100円返してくるから、はい、手伝ってくれたから、はい、やれー、指差してないのに出てくるんだ切っても切っても出てくる芝居の幽霊だよ、あお母ちゃん、ほらほらほら、目の前が邪魔だよ、こっちでやれ、こっちで、こっち600、はい、ほらほらほら、はい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 、500円、はいどうぞ、はいはいはい、お釣りやれ、はい、お兄ちゃん、はい、500円お釣りやれ、はい、さあ、はい、袋、はい、年寄りが入れてやるぜよ、また出てきたのかよ、はい、ごめん、はい、もう一人、ほらもうね、これで終わり、はい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 、もう入れたバナナやれ、早いんじゃねえか、お前たちは。さっちがバナナを入れるかしら、いやれー、空売れた空売れた、あまた売れたまた売れた、あ今のお客は
私が台湾でいたなら姉上はあきば出すけれど、姉上はあきばこん時は私がおらんと諦めろ。青月のバラちゃな子などうか昨日お風呂屋で見たけれど、こういう立派なバラちゃん見んかった、あ私のバラちゃんちんかった。こういう状態は800-706号負けて600円、まだまだ長いんだ変わらないんだ。あこんぱちゃん、あこんぱちゃん昔のびの男、あそれに惚れたが小紫、あもう一つ手拍子バラバラじゃないかもう一つ負けてゴンゴンか、あどんどんなるのが鎌倉の、あ鎌倉名物金の根に、あもう一つ負けて53次は東海道長野道中足任せ、今のスイスイ新幹線、もう一つ負けて51か、ブイチャバカンで腹を切る、ブイチャバカンで腹、バカンってわかるだろ下関のことなの、バカンで腹を切る、もう一つ負けて10名まで500円、はいはいはい、ほら入れるんじゃねえ、入れるの入ったんがあるだろうか、はいはい、お金とお金払ったらお金払う、あお次あれ500円、ちょっと待てよ、ちょっと待て、ちょっと待って払ったんだろ、ほら払った